え、はい、じゃあ、はい、では皆さんこんにちは、茨城の山口です。今日はロボコン初心者研修ということで、皆さん集まっていただきました。なんか皆さんいない感じなんでね、ちょっと大塚先生もおいでよ、ね、大塚先生。それで、私がベラベラ喋りますので、途中でツッコミを入れてどんどん質問してください。この前そういう研修出てきて実りが多かったので、途中ツッコミありです。その方が疑問に思った時に、特に若い3人はツッコミを入れて私を困らせてください。答えられなかったら川村先生に来るということで、お願いします。で、まず初めに、私がロボコンを始めた時にやったのは、ギアボックス作りです。で、これが山崎さんのロボコンユニットのベース部分だけなんですけど、こちらを見てください。はい。で、私これすら知らなかったんです、一番最初。歯車が1個2個、1個2個3個、1個2個4個。これが、低速か中速か高速か。はい、大塚先生。逆質問したかね。低速、中速、高速。これが低、外れです。はい。おお、これ逆です。高速。あれ、中速がない。あれ、間違えた。あ、これか。もうボケてますね。中速、低速の順番になります。もう緊張してる。で、はい、どんどん質問してくださいね。で、これは、スーパー、ここのコントローラーから出て、赤白の端子がウィーンと来て、ここに来てます。そうすると、ここ。で、M2 のチャンネルでこれが動く。黄色と緑でウィーンと来て、ここが動く。で、赤、青。これ4チャンネルにして M4 でもう一個コードを出せば動くっていう仕組みになっています。で、この作り方については、省略しますけど、これ例えば授業で、一般のクラスの授業で私がやった時には、何でしたっけ、パッと映すやつ、実物投影機で私が目の前そこで作って、はい、この部品を見つけて入れて、ここで部品を入れてつけてっていうのをやると、1個のギアボックス全員がほぼほぼ10分から15分で完成させられます。で、これそれで1回やれば終わるので、これで、2個目がつけられて、でもこれナットレスプレートで、まあ、ある意味便利なんですけど、ある意味ちょっと若干力がいるところも、あるかなというところです。で、実際走らせてみると、これぐらいのスピードで、これが中速、あ、これスイッチが逆だ。で、これが高速、特徴わかります。で、川間先生的におすすめなのは何速ですか？中速なんです。で、なんでかっていうと、例えばこれが汚いスマホをちょっと載せましたけど、間違いちゃった。これを載せたのと、高速だと動かなくなっちゃうんですよ、パワーがないから。で、こっちだと動くけど、さらに重くなってしまうという動きになります。で、でも、まあ、川間先生に教わったのは、ここにある程度、ウェイト、車体バランスを取らないと、走らないという、何力でしたっけ？トラクション。あと、トラクションがかかると、何が働く？田中先生。摩擦、グリップ力が働いて走りが明らかに変わります。今ちょっとなんとなく操作して体感してもらえると、はい、お願いします。携帯乗せる？乾電池の方が絵面がいいかな。乗せたのと乗せないので、あ、それごめんね、こうクロスさせてくれる、配線が逆だった。
滑るでしょ、ちょっと滑る感じがするでしょ、で滑る感じがするけど、これ1個1個乗せました。なんとなく分かる違いが、ちょっと違ったでしょ。でこれでちょっと乗せました。操作しやすくなるでしょ、うん、だけど今こうやってウィーリーしちゃうから、両方の車体バランスをとって作ったのが、まあこういう、これ今年関東大会に行ったロボットです。で理にかなってるのは、ここの柱からウィーンと伸びて、ここにウェイトがかかるバランスで、も岩下先生から教わったのは、あ、すごいすごい人がいるんですよ、全国大会常連の人。こうやって持った時にウィーンとかこうならないようなバランスで車体を作ることがいい。で私は個人的に好きなのは、このタミヤのナットレスプレートが好きで、なんでかっていうと、前はベニヤ板で作ってたんだけど、この車軸がずれると明らかに走りが悪くなるので、ナットレスプレートだったらピタピタってくるので、これを使ってます。だけど反るので、わざとこうやって補強して、います。補強することで、あとはここが、まあ、要は何構造っていうんだっけ、これトラス、トラスにして、やってます。あとは一番最初にロボコンやってて悩むのは、ギアボックスの選択でした。川間先生はロボコンやってた当初、全部このギアボックスを使って、やってた。それでもうほぼほぼ条件を全部クリアしてしまう、お金をかけないで、やってた人で、俺は何が何でも川間先生に勝ちたかったから、他の全国大会レベルでどのギアボックス使ってるんだって言って、他の学校の写真撮らせてって言って、パシャパシャって言って、スパイ捜査のように、そうで、いやいや、いくつだとかって、そんな写真ばっかり撮ってた時代がありました。また質問ないの、この辺で。そうですね。確かに知りあります。でその六角シャフトは山崎さんでウィーンと30センチの打ってるんですね。それも私もマニアックで買って、こうウィーンとやって、こうウィーンとか巻くとか、そういう風にやると、今年の全国大会の応用部門の優勝チームもウィーンというようなやつを使って、やってました。それがすごく、これが使いたくて、これを使う場合も、これ30センチの、これが意外と便利で、私はこのハイパワー系のギアボックスを使うことが多くて、でも本当はうちの先生はこのハイスピード系で車体をスーパー軽くするとものすごい速さが出るんですよ。それを知ってはいるんだけど、そのロボットは作れずに、まあご引退と。ロボ今回は復帰した時には、名前出しちゃっていいのかな、これで、作ってもらいたいなと思っております。でロボコンの面白さは、もう止まんないけど、これ大丈夫、編集聞くですね、で お手伝いに入って、こっちは真面目な子と一緒に取り組んだやつです。こっちはちょっと不真面目な子たちに、でもなんとか出場させなきゃって言って取り組んだと思って。で、挟めばいいんじゃんって言う。挟んで今年のロボットをやればいいんじゃんって言って、まあ、結局こんな形になったんですけど、ここのラック&ピニオンが私はちょっと好きで、これ、非売品なんです、今。マニアックなこと言うと。そうなんです。ぜひ山崎さんに作ってほしい。これはで丈夫なんですよ、これ。某 T 社のより丈夫なんです。でこれだけ粘りのあるなんだプラスチックのもので作ってくれたら嬉しいななんて、思っております。でそうすると、でまあこれを
結局このスタイルって全国大会で優勝したチームの 4×2 本取りのスタイルなんですよ。だからその私が関わった生徒は関東大会、まあ、大会がどうこうじゃないけど発想は全国レベルだったんだななんて思っていますので、ここなんとかしてよなんて適当なこと言ってたらお母さんが紙やすにすればいいんじゃないなんてアドバイスしてくれたので、じゃあやってみたらなんてやり取り、適当なやり取りというか、ほぼほぼ生徒と先生が同じレベルになるのがロボコンで、私はこれ初年度作れなくて選択技術があった時代に、バリ教えてこれどうやってやるのって言って教わりました。正直教わったことないよね皆さんね。私はそういうレベルでした。教わって先生グリスつけた方がいいよと、これ先生これ違うよとか言われながら作りました。で、あとは、まあ、このカウンターウェイトなんていうのも知らずに、これがあるとないとではウィーの上下が、まあ、この、まあ、ちょっとこれ今電池が弱いから遅いですけど、本当はもっとヒュンヒュン動くはずなんですが、まあ、こんな感じで動くっていうのを知らなくて、苦労した時代があります。で、これは、その、あんまり、やる気のなかった子たちに、なんとか、1週間前ぐらいに完成させて、出場させようという、目論みで、いろいろ私も試行錯誤した形がこれです。アイデア賞3秒ぐらい入ったんですよ、実は。なんでアイデアしようかっていうと、これ、めんつゆのある会社のペットボトルなんですよ。この曲線が非常に美しいから、なんか使えないかなって我が家のを取っておいたんです。そしたら、なんと、ここにぴったりということに気づいて、下げて、取って、下がって、まあ、わかりますね、皆さんね、これでね。これで得点できると。で、それで、まあ、当日なんとか出て、1点か2点か。それでまあ満足。あとは、湯浅大先生に教わったのは、こう、ただ、これを、普通に作るとうまく動かないんです、実は。多分、浜野先生は分かってるんじゃないかなと思うんですけど、タミヤのラダ普通に作ると滑らかに動かなくて、1個のパーツを全部磨くんです。磨くと、髪の毛のように、ふるふるって、これは磨いてあるやつなんです。そうするとラダーが滑らかに動く。全部教えちゃってるね。どこみたいな。え、それは俺はそういうこと言うなよ。え、バリを取る、バリを取るんだよ。バリバリだよな、こんなバリバリ。え、取っちゃってるもん、これ分かるわけないじゃん。あ、ここだ。これですね。この辺にきっとバリがあるのかな。まあ、ちょっと新品を買ってみたらバリング、ね、はい、そういうマニアックな2人にはついていけないので、一般の方は僕のいいこと聞いてください。あのお二人はハイレベルすぎるのでね、私は一般庶民なので、という感じでラダーの使い心地を上げるためにはこれが大切です。あとちょっとこれ、絶対コマ数、まあ、合わせて、やるというのが大事です。あとは何喋ればいいかな。あと質問 ないですか。これ何でしょう。あ、これはうちの学校、まあ、さっき言ってたトラクションで結束バンドって意外と便利で、切ったり貼ったり取り外しができるのと、あとこれ実は再利用できるんですよね、このね。パチそう、外れるの。俺最近まで知らなくて、YouTube とかでこうなとかってやると、なんだっけ、クリップで押すと外れるっていうのを最近知って、なんだ、再利用できたんだと思って。あと なんか工夫してることあるかな。あとはこれ、この黄色いのは山崎さんの、これすごく便利ですね。はい。オリジナルやつ。あと、ここにごめんなさい。こっち戻って。私好きなのは、これ、このギアボックス好きです。ウォームギアって言って、普通は、これモーターからピニオンギアが出て、
回転しちゃうんですよ。だけどこれはウォームギアって言って、あのバレーボールのこう、あれ、ああそうそう、あれあれでロックするので、こうピタッとこう抑えられる4速クランクギアボックスっていうやつはおすすめです。保持できる、そうですね、保持できる、それでもっと言うと、気合を入れてやりすぎるとこのピニオンギアの中心の六角が削れて摩耗して、それで大会当日になると空回りするっていう経験もしたことあります。それぐらい今やってたっていうこっちなんですけど、あとなんだろうな、喋りたいことは、これもっとあの動かしてみます。本当は、あ、でもさっきこれ高速は操作しづらいって言ってたけど、高速のギアでものすごい強いチームが多分川間先生はピンとくると思うんだけど、覚えてます？高速使って速かったチーム、あのボール入れのやつ、こういうやつ、あれ高速でしたよね。多分高速だったんですよ。そのチームをちょっと思い出しました。あ、動かねえや、ごめんなさい、壊れてる。で、これも結構実は優れもので、6速まであるんですよね。でこれ意外と、広島の学校が全国大会で去年かな使ってたんですよね。これはあのパワーも出せるしスピードも出せるし、つけやすいし、割と私はちょっと実際ロボコンでは使ったことないけどおすすめです。あと3速クランクじゃなくて、今物ないけど4速クランクギアボックスもちょっと私個人的に好きで、スピードあってなおかつパワーも出せるギアボックスがあります。手の内も何もです。川間先生、川間先生常識何言ってんだお前状態。お前違うよって言われちゃう。そこ違う。その時は教えてくださいっていうの。別にあの ご勉強いたしますので教えてください。でも細かいこと思ってる。これも意味あるでしょうね。ああ、そうですね。あ、これはちょっと汚いんですけど、コート上でコードが邪魔なので、まあこれ本当のこれ一番最初感動しましたよね。あの最初ロボコンやり始めの頃。まあ、こうやってやるだけで、ほんのちょっと棒をつけるだけで操作がしやすい。まあ、これがアンテナ状になって、まあ、ここの辺から出してもいいんだけど、すごく、あ、そうそうです。その、そういうこと。で、まあ、ちょっとした、ほんのちょっとの工夫なんだけど、それがあるかないかでコードを引きずらなくなったりするので、すごく便利でございます。あ、そうですね、引っ張っちゃうからね。これはここら辺で高速しなくてね。はい、その通りです。でこの辺であの結束バンドだったりが、まあ私は適当な時代はガムテープだったりで、一回こうキュッとここで締めとくと遊びができるとここは取れないよと。あとは、まあ、モーターは消耗品なので使い込みすぎると性能が遅くなるから変えた方がいいです。はい、よかった、川間先生がついてくれた。あと何も車内っていうのは、いわゆるマブチの純正のやつとか、まあ性能がいいですね。そうそうそう、セットっていうのはそこそこの性能。某中国系のモーター安いからいいやって買ったら、あれ遅えと思って、そういうことがありました。どれぐらいの練習時間あるか、そこまでは何年も使ってこう動かないのが出てくる。いや、俺すごいこれは気にしたことある。で、関東大会行くと電気のセットを使いましたね。いかにジムの部屋から持ってくるか。電池もいろいろ銘柄があって、パスが一生懸命やった時は金パナが。金パナ、あ、金のパナソニック。今も
まあそういう、まあ、多いのかそういうこだわりが皆さんそれぞれあります。質問ない？質問ないと俺の YouTube 出番減っちゃうんだけど大丈夫、名前出ない。これは山崎さんの、これはね、いいんですよ。あの、これ何がいいかっていうと、クランクで、これはどこまで回してメーター代わりにつけてました。あの、車の発想、タコメーター状態。だここまで締めたらストップっていうのを、ギギギギギってなっちゃうメーター代わり。目印。あ操作してるのはこっち側で。そう。操作。くだらない。そういう、あと私が好きなのはこういう長い3ミリのボルト、こういうのがちょっと好きで、あの某ホームセンターに行って買いますね、よくね。これ何もこれじゃなくてこれでいい。え、それはあったから。こっちのが、まあそう、まあその通り。まあとりあえずやっとけばないよりいいよっていう。まあ、それで。これがすごいなんか剛性が。ああそうですね、軽く作って明らかに綺麗作ったりとか。そう、それで私よしアルミでかっこよく作ろうって思って1年目、1ミリ厚のアングル材ってこう U の字のやつを作ったら車体が1キロぐらいになっちゃって、でも後戻りできず、これを動かそうと思って考えた時、6回ぐらいバージョンアップして作る。でその報告書今日持ってこようと思ったんだけど、ちょっと印刷できずに6回作って走んねっていう苦労が生きてて、でこれに他の学校よく見たら 0.5 ミリやつ、なんか薄いぞこれでもできんだって8、一番薄いやつね。でこれ実はあのボルトクリッパーで切ればハサミのように切れんですよ、これ。両側からこっちとこっち、だからこれはすげえ便利。ここはあえてチャンネル材使ってるけど、あの、この薄さで十分。だから、あの、紙工作感覚でできる。っていうのを教えちゃう。あとは、センターポンチでしっかり打って、あと、まあ、凝ってた時代は、そう、ごめんなさい、お借りします。これがあると便利。この六角、なんて言うんだっけ、これ。ナットドライバーがこれ私好き で両方からこう挟んで締めると、あの二等作業が早くなるんですよ、倍速で子供らにやらせると。で、あの浜野先生ごめんなさい、で私どっちかっていうとこの先がもっと鈍角なやつが好きで、あれこの角度が一番いい。これそう、そう、これなんでか分かります？そうそう、正解、さすが。穴が潰れやすいんですよ、これ。これだと押しながら回せばほぼほぼ潰れない、潰れる確率が減るということが作業してて分かっちゃう。あ、分かっちゃった、分かりました。まあ、もし購入するなら本格のやつ、山田ひろきさんから。あと、まあ、これは磁石ついてないので、ビッセルとか、ビッセル、アネックスの9800番とか忘れちゃったのがおすすめです。ベッセルです。道具については。これは必須かな。あと、ボルトクリッパー。あと、なんだ？なんでしょう、ね。あ、リーマも必要。リーマ今日持ってこないちゃったけど。三角形の。そう。知らない？あ、頼みます。頼みます。すいません。なんでかっていうと、例えばこういうふうに二重で開けてずれた時に、ほんのちょっとクリクリってこうやってやるとボルトが入りやすくなります。でどこかな、結構喋ったな。突っ込んでくれれば、まあ、あとは、まあ、
ここを滑らかにする方法もいろんな学校いろんな方法やってますよね。こうスライドする方法、それはなんであんな早く動くんだっていう学校たまにありますよね。上下運動がこういう風になっちゃって動かなくなることがよくあるんですけど、それの防ぎ方なんか教えて。それは難題なのでこっちに後で解説してもらおう。いいんじゃない。だってあ、そこまで上げない。そうなんですよ。で今回のロボットこの高さ必要ないっていうこともちょっと後から気づいて、なんか子供が先生来年は小さくしましょう。赤間先生は昔から知ってると思うけど、でかいロボット作りたがっちゃってでかいでかい傾向だから、この半分で言えば、ね、今年のルールは無駄な作りになっちゃってますね。はい、こんな感じですかね。大丈夫ですか？質問。あとはこれ本当ね、なんか変じゃないですかこれ。これ普通はこういうパターンが多いんですよ。これとこれの違い、これはねもう宇都宮の学校を散々見て、もう矢田部東もこればっかりなの。いわゆるシャコタン、全然このシャコタンにすると高さが45センチ50センチ超えしても安定して走る。キャスターはこれはここでもマニアックにタミヤのこれはいろんな高さを調整できる仕組みになっているので、あとここにシリコングリスかなんか塗るとなおもっといいですよ。勉強になったでしょ今日は。マニアックな、その時もウェイトがここに乗ってたら動かないから、乗りすぎる。ウェイトが後ろに乗って乗ってるような車体だとこれもこれで動かない、乗りすぎると要は針状態になっちゃうから。喋っちゃった。まあ皆さん知ってることだから。浜田先生何か突っ込んでください。前からだと見えてよ。そう。言うよね。あと。ある程度許容しつつ、根本的にダメになるところは拒否していかないと成立しないっていうのはある。ちょっとこれ古いんですけど、とりあえずここでこうやってやってるけど、意外とこうやってコード出しとくとこれでも断線しちゃうんですよ。まあ、丁寧にやるんだったらこういうのを使ってドライヤーでカバーしておく方がベタだったかな。こんな感じです。やったことないけど、まあ使ったことあるんですけど、ロボコンでは使ったことない。子供に合わせるとモーターのここの付け根のところの線線がこう触った瞬間にピッチしてる。何も言わないです。そうですね。はい、こんなとこですかね。はい、ツッコミはこれだと左右同じで作れるじゃないですか、うん、けどギアボックスの種類によっては左右逆転できないので、ギアボックス回るときとかって何か工夫はありますか？いや俺そんなの使ったことない。ごめんね、分かった。どっちに出すか、どっちに出すかで逆転の発想。山崎さんだと右左が決まってます。まあ確かにそうだね。この、うん、鈴木さんからの鋭いツッコミも、何でもいいですけど、ツッコミじゃなくても、だいたい結構出ちゃった。出ちゃったって言うことないなって。おら、なんか嬉しくなっちゃうな、そんなこと言われたら。いや、車体の低さの話だったり、配線の注意点とか、はい、結構重要なところをいっぱい話していただいて。あららら。編集はできますけど、そのどうしますか？いや、個人情報は何？
質問。はい、どうぞ。あ、いいよ。軸が空回りしてるって多かった。軸がシャフトが空回りする、それは芋ネジをしっかり締める。芋ネジをしっかり締めて、まあ極端なこと言うと瞬間接着剤でつけちゃう。やったことないけど。つかないですかね。つかないんだ。ああ、初上。で、あれ一周、あの芋ネジが一周するの。芋ネジが一周する。芋ネジが線がライン一周して線まみれになっちゃう。ああ、そういうことか。何ですか。芋ネジのところ。全部刺したの。このところを。出た。面を作る。そこに芋ネジを当たるようにセッティングすれば、芋ネジがそこだけ深く入るから絶対絡まる。なるほど。いや、浜野先生のことだから1ミリの軸で穴開けてとか言い出すのか。そんなことは金属ができないので安いできる。それは勉強になった。これもおそらく素材が何鉄だからね、削れちゃう。もっとステンレスとかにすれば違うのかなと思わなくはないけど、どうなんだろう。あ、それは山田さんに言ってください。でもそれ買うか、ステンレスの。ステンレスは高くなるので。そうですよね。どうしても全国大会で勝ちたいとか。そう、ね、あとはもう、この名札にね、入れとく作戦で、ね、六角レンチ。花作戦とか。ロボコン大会的だけど事業的な扱いで言うと何かあるかな。授業でロボコンやってるあそこの学校がねすごいよね、宇都宮とか。はい、どうやって指導してんだろうと思って、まあ、俺もやったことない。そうですね、皆さんどうやってですかねっていう、授業内でやれればニーズは、そのスキルをやればいいんだよ。見た？授業でやっちゃえばいいんだよ。悩んでねえで。おりゃーって。いや、だってお金をさ、出してくれれば。使えらない。いやいや、じゃあ個人制作しなきゃいい。学校予算で買ってもらえばいいんだよ。学校で揃えればいいんじゃない？できるよ。1人、例えば4人で1人1個、1人1個、1人1個、1人1個で4モーターでグループ設計してやるとかっていうのもありだよね、授業では。でギア比の学習としての実習だから、ライトな実践1年目して、2年目は大会にして、3年目はロボコン大会に出るとか。そしたら宇都宮みたいに行く。ロボコンボックスは結構いいと思います。いくらかは1600円、これ安いよね。それがちょっと、それもそこそこいい値段するんですよ。そうなんだ。はい、リモコンボックスが結構ご視聴